はい、ヨシです。前回に続いてですね、ヤフオクで購入したジャンク箱ですね、8000円で購入しました。送料込みで8000円で購入してですね、そちらの続きをしたいと思います。前回は、ハートの方を、紹介しました。ファミコンが入ってて、スーパーファミコンですとか、目玉はもうニューファミコンですね。であとメガドライブ2が入ってました。でファミコンちょっと奥の方なんですけども、あとはコントローラーが各種入ってて、コントローラーでちょっと高そうなのは、ニューファミコンのコントローラーが2個ですね。そちらの方がちょっと目玉でしたね。で今回は、ジャンク箱の中に入ってた、ソフト、紹介したいと思います。結構ですね、ジャンクじゃ手に入らないですね。この辺はスーパーファミコンが8本で、そこそこ、値段高いソフトが紛れ込んでました。メガドラが1本、ファミコンが3本ですね。じゃあちょっと1本ずつ紹介したいと思います。まずは、どうしましょう。スーパーファミコンからいきましょうか。じゃあスーパーファミコンのレッスルエンジェルズ、これ何ですかね、女子プロのやつですかね。スーパーレッスルエンジェルズマルチプレイヤー5対応、なんか面白そうですよね。なんか女子プロであれなんですよ、バトルロワイヤルみたいな感じなんですかね。マルチプレイヤー5対応ですと。でこちらの方が、そこそこ値段高くて、駿河屋さんの一応価格で、参考にします。で駿河屋さんの中古の価格ですね。で、これレッスルエンジェルズのエンジェルスは1140円ですね。結構高いですよね。で次ですね、スーパーチャイニーズワールド、これは460円ですね。でワールドは持ってた、チャイニーズワールドは持ってるんですけども、2が欲しかったかなみたいな感じで、ちょっとこれ焼けが強いですね。で次ですね、スレイヤーズ、これ何なんですか、アニメかなんかなんですかね。僕ちょっとあんまり詳しくないんですけども、スレイヤーズ、これがちょっと値段が高くてですね、1778円ですね。ジャンクで見たことないので、それなりの高額ソフトですね。次ですね、ゴエモン、頑張れゴエモン、雪姫救出絵巻、これもジャンクじゃ出てこないですよね。880円ですね。ちょっと焼けが強いのが残念。次は、キックボクシング、キックボクシング、スーパーキックボクシング、こちらの方は600円ですね。まあそれもこれもそこそこまあジャンクで見たことないですよね。次ですね、対抗立神殿、こちらの方はあれですね、中古の価格が出てなかったんですよね、ネットの方ので。負け、駿河屋さんの負けプレイの方で1000円ついてましたね。まあこれも見ないですよね、ジャンクではこんなソフトがあるなんて知らなかったんですけども、まあちょっとかなりレアかなみたいな感じですね。ジャンクコーナーではですよ。で次ですね、これは持ってます、スペースインベーダー、これは安いと思うんですけども、駿河屋さんの方はネットの価格も、マーケプレイの価格も出てなかったので不明なんですけど、まあ110円ぐらいですかね。次ですね、鈴鹿8アワーズ、これはそれなりにするのかな、あしないか、マーケプレイで250円、すげえ安いでもこれ見たことないですよね。そうですね、一応念のため調べたんですけども250円ですよね。でもこれ見たことないな、ジャンクコーナーで。鈴鹿8時間耐久のやつですよね。つうかバイクのあれですよね、ゲーム自体珍しいですよね。じゃあ次、ラスト3本ですね、ラスト3本じゃない、ラスト4本なんですけども、ファミコンソフトが3の、3本ですねあります。これ名前が書いてあるのあまりちょっと解読するとまずいな。忍者ジャジャマルくんの方なんですが、こちらは480円ですね。ジャンクじゃ見かけないかな、中古の方で見る感じですかね。ジャンクで見たことないかもしれないですね。でこれはジャンク定番のファミリースタジアムですね。ファミスタ、駿河屋さんの価格ですと310円で、ハードオフのジャンクは常連ですね。
次ですね、ファミリーマージャン。こちらも、ハードオフのジャンクでそれなりに見るんじゃないですかね。こちら350円ですね、駿河屋さんですと。で、次、ラストがこれ、修羅の門ですね。これ懐かしいなぁ。これは、駿河屋さんですと700円でした。これがやりたくてメガドラが欲しかった時期がありましたね、昔。ちょうどこれが出たあたりにメガドライブ1の方がなんかソニックとセットでなんか1万円以下だかなんかですごい値下げしてたような気がしますね。ちょっと記憶が定かじゃない。そのあたりに、修羅の門の漫画を借りて読んだのかな、その前かな、ちょい前ぐらいに読んでたかもしれないです。それでセガのメガドライブのこちらのソフトがあるのを知ってやりたいと思ったのかな。なんかちょっと時系列があれなんですけども、すごいやりたかったのでやりたかったですね。 でこれは駿河屋さんで700円ですね。まあジャンクじゃ手に入んないので、ハードオフのジャンクじゃ手に入んので、かなり、ラッキーですね。でこんな感じで、一応は収支的な感じなんですけども、本体の方が、コントローラーと合わせてだいたい1万3000円ぐらいですかね。やっぱりあのニューファミコンが高かったですね。まあコントローラーと合わせて8000円ぐらいいくんですかね。メルカリとかの価格で参考にしたんですけども。であとは、ファミコンとスーパーファミコンに関してはほとんど値段つかないですよね。まあ本体330円で換算して、コントローラーは100円ずつで換算したみたいな感じですね。で、あのドリームキャストのコントローラーの方は換算入れてないですね。まああれも入れたらプラス1000円ぐらいなんですけども、まあ1個コントローラーが破けてたのでちょっと今回は入れてないですね。でソフトの価格は、もろもろ全部これちら倒すとだいたい8000円ぐらいの相場だったので、まあ2万1000円ぐらい相当がヤフオクのジャンクバッグで8000円で買えたみたいな感じですね。かなりいい買い物できたんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ動作したらの話ですよね。次回ですね、一応ちょっとまあハードの目玉的なあれですね、メガドラ2とニューファミコンですよね。そちらの方の動作確認と、まああとちょっと値段高いようなソフトをちょっと動作確認したような動画作りたいと思います。一応今回はヤフオクジャンク箱2回目でした。まあソフト結構見かけないやつゲットできたので、結構あれですよ、7本ゲットしましたね。でこちら2本は多分持ってないんですよ。いつも年間年中見かけるの持ってなかったので1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本ぐらい手にコレクションに加わったので、まあ、かなりいい買い物だったんじゃないかなと思います。はい、おまけです。今日はこの MSX のパックマンのソフト、ちょっと軽く触れて終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとそこそこコメントが面白かったのでちょっと紹介するんですけども、パックマン01あれですよね、当時ナムコが出す と、なんかナンバリングされてたんですよね。01、02、03とか。でこれは01で一番最初に出たゲームなんですよね。で黄色いパックマンを4方向に操作して迷路に並ぶ餌をクリアしてください。点滅するパワー餌を青ざめたいじけモンスターをやっつけることができます。青ざめたいじけモンスター、あ、そうなんですね。パワー餌を取ると青ざめた、モンスターがいじけるって感じなんですね。青ざめてでやっつけることができます。時々現れるフルーツターゲットはボーナスのチャンスで、次なんですけども、このカードリッチには爆発物は仕掛けられていませんが、精密機器ですので極端な温度条件下での放置および強いショックは避けてくださいみたいな感じで、ちょっとあれですよね、ジョークが入ってる感じなんですよね、注意書きのところに。こういうのはなんかあれですね、遊び心があるみたいな感じですよね。なんかちょっとニヤッとするみたいな感じで、遊び心をクリエイトするみたいな感じで、まあちょっとニヤッとしちゃったのでちょっと紹介させてもらいました。でちょっとだけ豆知識なんですけども、ナムコってナムコットと書いてあるじゃないですか。これこの、ナムコットって書いてあるんですよね。で会社名はナムコで、こっちはナムコットって書いてあるんです。この違いってなんかちらっと調べたんで、ですけども、まあ実際はちょっと違うかもしれないですけども、自分の調べた範囲ですと会社名はナムコで、家庭用ゲーム機の方は
ナムコでやってるらしいんですよ。でパソコン関係の方をナムコットっていう形にしてたらしいんですよね。ナムコットなので、これは送り先って言いますか、係はナムコットなんですよね。会社名はナムコで、家庭用ゲーム機はナムコでやってて、パソコン関係がナムコットみたいな感じですね。なのでこれのちょっとしつこいんですけども MSX の方の、ロゴと一緒に並んでるのがナムコットになってるんですよね。ただなんか途中からごちゃごちゃになっちゃったみたいな感じで、ファミコンのゲーム機の方にナムコットって書いたりとか、パソコンの方にナムコって書いたりとかしてたらしいんですよね、後期あたりになってくると。でまあそこら辺は、ちょっとごちゃごちゃになってるんです。最初の段階ではちょっとなんか使い分けてたみたいな感じの話でしたね。一応こんな感じで今日のおまけでした。紹介をしております。ジャンク中心に紹介しておりますので、メンテナンス、あとは修理の動画も上げております。もしよろしかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただきますとまた励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひまた見に来てください。ではまた。